皆さんこんにちは、メイズの原作者の赤堀悟です。今日はですね、私なんというんですか、ここアフレコスタジオなんですよ。今はですね、昼の2時25分、私さっき起きましたけど、ちょっと目ハウルっぽいですけどね。今からですね、私メイズのアフレコっていうの、実はですね、今まで毎回毎回寝坊して一度も行けなかったんで、今日こそだと思ってやってまいりました。本当に皆さんと一緒にね、見てみたいなと思ってます。今日実はですね、ビデオカメラ、デジタルビデオカメラちょっと僕持ってきちゃいましたんで、これで日頃見れないような一面、ほら普通にカメラ向けられると役者さんもいろいろな違うかなと思うんで、このデジタルビデオカメラでですね、いろいろちょっと見れないようなコメントを撮ってみたいと思います。では早速行ってみます。こんにちは。こんにちは。企画もののコーナーでやってまいりました。そのまんまや。動いてます、動いてます、皆さん動いてます。はい、僕ですか。はい、僕はですね、膝小僧だ。そんなもん取ってもしょうがないってね。はい、こんにちはです。今日はですね、私はですね、実はレポーターなんですよ。寝てます寝てますってそういうやつないんですけど、それでですね、レポーティングっていうんですか、皆さんにですね、テイク2です。テイク2、ごめんなさい、レポートですね。やめてよ、もうレポート直すなんて大学以来なんだから。メイズのですね、いろいろなことを聞くというですね、変わったことをやってみたいと思います。皆さんいらっしゃいますね、皆さんいらっしゃいますね。レギュラーメンバーの皆さんいらっしゃいますね。一番端の方にセリフのない人もいますね。はーい、これ無理ですけど大丈夫ですかね。まあ僕なんかほとんど撮ってませんかみたいな。ではですね、水石琴さんでーす。わー怖いよ。はい、琴さんはね、はい、女メイズ役なんですよね。そうです、女メイズ役の水石琴です。もう、はい、なんかね、最近女っぷりが上がったって話で。本当ですか、女っぷり。いや嘘です。ごめんなさい、ごめんなさい。やめてシーンとなるのは、やめてシーンとなるのは。はい、で、この女メイズっていう女の子はですね、はい、なんだ、異世界に突然やってきてしまって、で名前以外は何も覚えてないというね。聞いてる人の話。はい、聞いてます、聞いてます。ないという、はい、でなんかこのその異世界の中ではフォルムという不思議な力を使う女の子だそう。目描いてる場合じゃない。あ、すいません、すいません。という女の子だそうです。はい、はい、いやでもね、なんかいろいろメイズ役にですね、はい、不満とかありません？こういうことしたいなとか。そうですね。いや、ですね、最初にこの作品って、CD ドラマから入って、はい、でオリジナルビデオをやって、それからテレビに来たんですけれども、その時は何が何だか分かんなかったんですね。なので、その時は何なんだこの世界はってちょっと混乱してたんですけど、もう今は全然バッチリなので、はい、問題はないです。じゃあ、ね、長くなりましたが、はい、なんか私に一つなんかこれやってくれとか言われます。やってくれ。はい、俺裸踊りとかダメだよ。あれはやってくれ。朝何時に起きたんですか。すいません、さっきです。12時半に起きました。おはようございます。で、挨拶じゃなくて。じゃあそうですね、きっと原作を読んでらっしゃる方いっぱいいると思いますので、はい、その原作の中でどのあたりがテレビシリーズになるんですか。長谷川くん。はい、シリーズ構成の長谷川くん。シリーズ構成の長谷川です。何話までになるの。6巻だったかな。7巻って何でしたっけ。この間書いたじゃん、話。6巻までです。もう出てるんだよ、今。6巻までです。6巻まで。6巻までにオリジナルが多少入って、ちゃんと完結する。完結します。もう、やったー。最近はね、ちゃんと完結しますということなんで。6巻までだそうです。あ、そうですか。はい。はい、じゃあ次行きまーす。さよなら。はい、さくらちゃんでーす。こんにちはー。さよなら。あ、待って待って待って。はい、ね、見る役のさくらちゃんでーす。はい、そうです。ね、原作の方だとね、なんかいろいろあるんですけど、このね、世界だとね、一応女の子ですもんね。はい。女の子です。私はいつだって女の子と信じてやってますんで。女の子と信じてやってた。はい。あら、なんですか、なんですか。そうじゃない。膝ですね。ですね。先生、はい、趣旨と違う。あ、そうですね。はい、みゆちゃんはじゃあ、はい、簡単に紹介してくださいな。そうです。ジャイナー聖教団にですね、追われる身となっていますが、今はなんか、お姉兄様と一緒にいられれば幸せっていうみるちゃんです。全然ストーリー説明になっていませんが。まあ、お姫様ですよね。そうなんです。お姫様です。バートニアン帝国のお姫様ってことで、はい、はい、女メイズと違って謎がないから分かりやすいですよね。分かりやすいですね。女メイズの場合は説明してくれって言われたら、なんて説明しようと悩んでましたけどね。直球ですもんね。はい。
ごたごたとありますが、はい、私に日本語ありますか。そうですか、はい、じゃあ先生受け君は何なんだ浮き宇宙っていうのは謎だとか謎ですね。だいぶ上手くなりましたか、浮きと宇宙。もう免許改善ですね。やったなんだかなですね、先生にお聞きしたいのは、はい、お姉兄様とのラブラブ純愛ハッピーエンドはあるんでしょうか。ねえ、どうなんでしょうね。どうなんですか。どうなんですか。なんか男メイズとくっつけるとか女メイズとかくっつけるとかさ、いろいろありますけど、基本的に僕はね、人間性格いいですからハッピーエンドになるんじゃないかなと思うんですけど、なんとなく。でもひょっとしたら途中でね、なんかいろいろ今原作の方だとミルちゃんそっちのけで男メイズと女メイズのラブシーンなんかやってますからね。なんか難しいかもしれないな。でもいつも笑顔でミルちゃんみたいな顔して、ね、悩み何かわいいカメラ目線で受けじゃあ、さくらちゃんでした。どうもありがとうございました。はい、そしてですね、あ、いつもやられ死んでしまう役ばっかやってます泉さんですね。泉さんと今日も死んでしまいました。なんかこの間サモナもやってくださったんですよね。もうでも死んじゃったんですか。いや、よくわかんないんですよ。相方が死んだのをはっきり知ってますしね、王様が生きてるのをはっきりしてるんですけど、サムナだけはっきりしてないんですよ。私今の時点で非常に自分のスケジュールがわかんないのが辛いかなっていう、とりあえず来週お休みって感じで、今日ここだけボーナストラックで、他の皆さんはレギュラーの方へどうぞ。いや、いいですか。はい、じゃあ泉さん、はい、私からの要望なんですけど、はい、また死んでください。ありがとうございます。すげえひどいこと言ってんな俺。はい、それでですね、女総主役の兵田真子さんです。あ、男の役の渡辺武さんもいらっしゃいます。ペアでやってみましょう。そうなんです。あ、でもいいな、それ。いいですか、渡辺さん、素敵。あもう一心同体なんです、私たち。ほら、キャラクターの紹介。女総主は、財な盛大盛況だ。お父様言えないって。バートニアン帝国を乗っ取ったジャイナ正教団の男総主、渡部武史です。キャラクターがね、これが謎の人物ということで、はい、どうぞ。趣味はメイズいじめ。危ないですね。絶妙な会話ですね。テーマソングはパイプオルガン。そうなんです。お父様、それから、そうですね。なんでね、二人が一緒なのかということは、シリーズが終わる頃には、メイズが男女一緒のように何か謎解きをやってくれるでしょう。それがすごい楽しみ、ね、それが楽しみです。いや、もう謎解きはですね、任せてくださいね、長谷川くん。私に対する何か要望ありましたら言ってくださいな。たまには大聖堂を出て外で無邪気に遊びたいな。うわぁ、なかなか難しいっすね。私はですね、CD の、はい、つもりでセリフが喋れるように一つ口パックを。よろしくお願いします。